久しぶりです。千葉ドール工房です。今回はですね、ハロウィンも近づいてきましたので、まあハロウィンあんま関係ないかもしれないんですけれども、このようなね、スチームパンク系のちょっとね、マジカルなベルトですとか、こっちもスチームパンク系のね、ベルトなんですけれども、これらの紹介をしていこうと思います。それでは始めていきましょう。まずはこちらのベルトですね。今までのサーベルをね、刺していたベルトと同じようなね、仕組みになってるんですけれども、ちょっと長さとかね、調整して、いろいろなものをね、付けられるようになってます。で、今回のベルトには、こういったね、ナス管で物をね、吊るせるものですとか、あと試験管風のね、ものが付いてますね。で、まあ、カラバイによってね、このビーズの色が違ったりします。これはガラスビーズですね。で、こちらですね。こちらはですね、魔導書がね、マウントできるようになってます。これね、取り外すこともできます。魔導書はね、このように取り外しもできて、この基部がね、こう動きます。ここね、こうスイングしたり、こちらね、上下したりできますので、ドールちゃんのね、動きを阻害しづらい感じになってますね。もう一つは胸部ベルトですね。こちらもこの部分がですね、まあ、歯車になってまして、若干スチームパンク風になってますね。ここもね、結構かっこいい歯車がついてますね。で、先っちょにはね、こんなお星様がついてます。で、これは胸部につけるベルトですね。MDD 用になってますので、後でね、装着方法と一緒に見ていきましょう。それではね、MDD の胸ベルトをつけていきます。で、こちらなんですけど、今ね、これ M 胸なんですけれども、L 胸とか S 胸にするときはね、この部分バックになってると思うんですけど、これをね、絞っていただいたり、広げていただいたりしたりとか、あとですね、ここの部分なんですけど、これね、歯車がついてると思うんですよ。これは飾りではなくてですね、こうスライドさせることもできるんですよね。ここ接着してあったりするわけではないので、これで微調整ができますので、ここね、スライドさせられますので、それで微調整してください。で、微調整してちょうどいい状態にしましたら、こう胸の部分に当てがっていただいて、後ろの部分がね、ホックになってますので、こう留めてあげるだけですね。で、最後にこの首の部分ですね。首の部分も、後ろがね、ネックレス金具になってますので、このネックレス金具でつないであげるだけです。はい、装着するとこのようになってますね。で、ちょっとね、ブカブカだったり、きつすぎたりした場合は、ここをね、こうずらしてあげることによって調節できますね。で、下の方にね、この星様がね、ふらふらする感じになってます。後ろはね、こんな感じで。で、着脱はこことここだけでできるので簡単ですね。次は魔導書のついたね、ベルトですね。装着するとこのような形になります。で、ちっちゃい子の方から見ていきましょうか。こちら MDD ですね。MDD ですとこんな感じで。で、こちらね、オビツ50の子ですね。で、最後に DD ダイナマイトになります。まあ、普通にね、ベルトで留めるだけですので、簡単にね、いろんなサイズの子に装着できますね。で、こちらのベルトなんですけど、どこをね、正面にしなきゃいけないとか決まってませんので、こんな感じで、ね、回してあげて、こうね、いっぱいいろんなアイテムを見せたりとか、あとはね、この本をね、真ん中にしてあげるとかもできますね。紹介するものもう一個あったの忘れてましたね。こちらなんですけれども、先ほどのね、このマジカルベルトですね。こちらの本の部分が、こちらね、魔法の杖にね、変わったような感じになってます。他はね、ほぼ一緒な感じですね。こちらもね、着せてあげたところですね。MDT ですね、こちらは。で、こちらね、DD ダイナマイトにつけてあげたところです。まあ、先ほどのね、本の部分が魔法の杖に変わって、よりね、RPG のね、魔法使いみたいな感じになりますね。というわけで今回久しぶりね、スチームパンク系のね、ベルトの紹介でした。このチャンネルではね、こういったものの他にも地雷系のアイテムですとか、あとはね、ファンタジーとか、あとね、ドル用の鎧とかも作ってますので、そういったものにね、興味ある方もチャンネル登録していただけると嬉しいです。こうやってね、これらのアイテムを作るね、DIY 生配信もしてます。DIY 生配信に関しましては、サブチャンネルのね、方で行ってますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。サブチャンネルの方では、こういったね、ドールのね、素体の紹介とか、あとドールグッズのね、紹介とかもしてますので、ドールに興味のある方は見ていただけると嬉しいです。それではまた。